クビライは、モンゴル帝国の第五代皇帝であり、元王朝の初代皇帝。同時代のパスパ文字モンゴル語及び、モンゴル文字などの中期モンゴル語のラテン文字転写では、フビライ 9A ン、フビライ 9A ガンマン。現代モンゴル語のキリル文字転写では、漢字表記はフビライ。終始をはじめとするモンゴル帝国時代のペルシア語表記では、QBLAQ ンなど書かれる。 モンゴル語では、天気カーンを意味するセチェンカーンと合した。その即位にあたる内紛から、モンゴル帝国は皇帝であるカーンを頂点とする、緩やかな連合体となり、解体が進んだ。帝国の南北分裂の原因となった弟のアリクブケとの権力闘争に勝利したクビライは、帝国の中心をモンゴル高原のカラコルムから、中国の大都に移動させるなど様々な改革を打ち出した。 クビライの大公カーンの直接支配領域は、モンゴル帝国のうち中国を中心に、東、アジアを支配する元王朝に変貌した。1215年に、チンギスカンの4男、トルイの子として生まれた。母は、ケレート部族出身のトルイの政府人ソルコクタニべきで、トルイがソルコクタニとの間に設けた4人の着出子のうちの、次男にあたり、 兄に第四大皇帝となった、モンケ、弟に、イルハンチョウを開いたフレグ、クビライと、モンゴル皇帝位を争ったアリクブケがいる。1251年に、兄モンケが河安の座に着くと、ゴビ砂漠以南の南モンゴル高原、河北における諸軍の指揮権を与えられ、中国方面の領土の征服を委ねられた。1252年には、自身が所領とする長を中心とする先生を、 出発して、雲南への遠征に出発、南総領を避けて、チベットの東部を迂回する南行軍の末に、翌1253年に雲南を支配する大理国を降伏させた。雲南からの帰還後は、金の旧都である中都の北、南モンゴル中部のドロンノールに爆影を移し、後方から江南の南総及び、朝鮮半島の高麗征服の葬式を取った。クビライは、 後方のドロンノールに腰を据えて動かず、ここに遊牧宮廷の補給基地となる都の城の海兵府を築き、ヨークルルラ肝心のブレーンを投用して、中国を安定して支配する道を模索した。しかし、アラムダルによるクビライ派への調査を受けて、1256年に、モンケは不満を持つクビライを、南宋作戦の責任者から更迭し、南宋への戦線を、 東方三王家筆頭で、手ムゲオッチ銀の孫、タガチャルに任せたがすぐに撤退してしまったため、門家自らの陣頭指揮により行うことを決した。南宋を早急に併合することを望む門家は、1258年に、自ら先生に入って、申請を開始し、河南から四川の南宋領を転戦したが、翌1259年の長魚城攻略中に、 文中で流行した薬病にかかって病死した。門家の急死により、その年若い息子たちに代わって三人の弟たちが後継者となる可能性が生じた。アリクブ家はこの時、首都カラコルムにおいて門家のルズを守っており、門家の重臣たちやモンゴル高原異性の称王、諸部族はアリクブ家の指示に回ったので、アリクブ家が有力な後継者候補に立った。一方のクビライは、 門家が死んだ時中軍が発起して取り残されて、長江の中流域で転戦していたウリアンカ大を救出したことから、前線の中国に駐留する諸軍団や、モンゴル高原東部のモンゴル貴族、王族を味方につけることになった。1260年、クビライの本拠地、近錬川でクビライ氏自派によるクリル隊が開かれ、クビライのーン即位を一方的に宣言した。 5月にはアリクブ家もこれに対抗して、カーン即位を宣言し、モンゴル帝国は、クビライとアリクブ家の二人のカーンが並び立つ帝国の南北分裂に発展した。三帝のフレグは遠く、イランにおいて西アジアの征服事業を進めていたため、皇帝位をめぐる争いは、自帝のクビライと末帝のアリクブ家が当事者となった。この内紛では、正教な東部の諸部族を味方につけた、 クビライ側が、初戦のシュトムノールの戦いに勝利し、早々に下北と高原の大半を制覇した。一方のアリクブ家は、高原北西部のオイラート部族の援助を受けて一時は、高原中央部のカラコルムを取り戻すが、中国農高地帯の豊かな物資を背景に、クビライが行った、経済封鎖によって、自給のできないカラコルムはたちまち危機に陥った。1264年、 ありクぶけは降伏し、クビライが単独の皇帝となった。1260年に即位したクビライは、モンゴル王朝で初めての中国風の言語を立て、肝心官僚を集めた行政府である中書省を新設した。中書省には六部が置かれて、旧来の小書省の機能を兼ねさせ、河北の諸政を取り仕切る最高行政機関とした。続いて、軍政を司る。 数密院、観察を司るさど台大などの諸機関が相次いで設置されて、中国式の政府機関が一通り整備された。紙幣として、もろじ通行中東原方交渉を発行して、それまで他のモンゴルや漢人の諸公も発行していた通貨を統一した。アリクブケとの内紛の最中の中東3年には、3党を支配する、 肝心軍閥が反乱を起こし窮地に陥ったが、これを鎮圧したクビライは、反乱をきっかけとして、河北の各地を支配していた在地軍閥を解体させた。これにより、モンゴル皇帝であるカーンと皇族、モンゴル貴族、そして在地領主の間で作奏していた河北の在地支配関係が整理され、地方には道、州、県の三階層の行政区が置かれた。 資源4年からは中都の郊外に中国式の方形様式を取り入れた都の城代との建造を介し資源8年11月をついに国語は漢語で大元と改められたこのような一連の改革からクビライの改革はモンゴル王朝の中国王朝化でありクビライとアリクブ系の対立は中国文化に理解を示し帝国の中心を中国に移そうとする派と あくまで、モンゴル高原を中心と考える、主球派の対立として説明されることが多い。しかし、クビライの宮廷はあくまで遊牧の移動生活を保って、大都と上都の間を季節移動しており、元は未だ遊牧国家としての性格も濃厚であった。住所省の交換は、クビライの婦人茶部イの甥にあたるアントンラ、モンゴル貴族の支配下にあり、宗剣の多くも、モンゴルの王族や、 貴族の所領には語たれていて、クビライの直接的な支配は限定的にしか及ばなかった。また、クビライはチベット仏教の総パクパを国師として仏教を管理させ、モンゴル語を表記する文字として、チベット文字を元にパスパ文字を制定させるなど、モンゴル独自の文化政策を進めた。パスパ文字によるモンゴル語文は特にモンゴル帝国の公的な性格を持たせていたため、 制定以後、元朝では、パスパ文字自体を、国字や、猛虎アザーあるいは、猛虎神事と称した。クビライは、下北支配を進める中でヨークルル等の肝心系の諸公や知識人の登用にも、積極的だったが、歴代中華王朝の伝統的なイデオロギーである、儒教は、特別には重視しなかったため、家去の復活もクビライの下では行われなかった。 これは13世紀に入り、モンゴル帝国との戦乱が続いた河北では長らく、河極が断続的にしか行われなかったため、クビライが即位した時期には、肝心知識人たちの間で河極の有効性を疑問視する者も,も出てきたことも関係していた。しかしながら、クビライは河北支配にあたって、漢学の必要性は十分認知していたようで、即位後に、 モンゴルの王族指定に感覚を学ぶように命じており、クビライ自身も、行、春、講師以下の経典、司書に記載されている加減、前世の記録等をモンゴル語に省略、上層させた。また、議長のような人物を求めよ。そのような人物がいなければ、議発に似たような人物を求めよというような精子をさえ出している。クビライに限らず、歴代もモンゴル宮廷では、 見るべき、前代の帝王が天下を治める文書の収集に、熱心だったようで、漢石についても後の武装会社等の皇帝たちは、上岸西洋、カド藩や、皇教等の儒教系の漢石類のモンゴル語訳も、たびたび作らせてあるいは出版させており、近年発見されたカラホト文書の中には、漢文とウイグル文字モンゴル語で併記されたモンゴル語訳、皇教の断片が発見されている。 クビライによる、モンゴル王公への官学奨励の結果、後のチンキム、エーソーシデバラ、文宗・トクテムルラ歴代の皇帝、皇族たちの官学愛好の寄風が生じたと言える。クビライの狩猟図軍事的には、アリクブ家の乱以来、中央アジアのオゴデウケとチャガタイケが、ハーンの権威から離れ、本来は、ハーンの直轄領であった中央アジアのオアシス地帯を、横領。 さらにクビライに従う甘宿方面の省や天山、ウイグル王国を圧迫し始めたので、他方面からの対応が必要となった。そこで、クビライは、婦人チャブイとの間に設けた三人の着手チンキム、マンガラ、ノムガンをそれぞれ縁王、安政王、北平王に任じて、方面ごとの軍隊を統括させ、独立性を持たせて事態に当たらせた。安政王、マンガラは、 クビライの丘陵、京町を中心に、中国の西部を、北平王、ノムガンは、帝国の旧都カラコルムを中心に、モンゴル高原をそれぞれ担当し、沿王、チンキムには、中書令建数密使として河北及び南モンゴルに、広がる、元の中央部分の政治と軍事を統括させて、クビライは三子率いる三大軍団の上に君臨した。資源年には、将軍バヤン率いる大軍が、 南宋のトリガーを占領、南宋を実質上滅亡させ、その領土の大半を征服した。この前後にクビライは、アフマドやサイードラムスリムの財務官僚を登用し、潜売や商業税を充実させ、運河を整備して、中国南部や貿易からもたらされる富が大都に、集積されるシステムを作り上げ、帝国の経済的な発展をもたらした。これに伴って、東西交通が、 坂になり、クビライ地下の中国には、ベネツヤ出身の商人マルコ・ポーロら多くの政法の人々が訪れた。中国の外では、知政の初期から服属していた高麗で起こった三、別省の反乱を鎮圧した後、13世紀末には、事実上滅亡させ、傀儡政権として王女クトゥルク・ケルミ氏を降下させた王大使、王春の王党を立て、朝鮮半島支配を確立した。 また、資源24年には、ビルマのパガン王朝を事実上滅亡させ、傀儡政権を樹立して一時的に、東南アジアまで勢力を広げた。しかし、日本への二度の侵攻や、カラフトアイヌ、ベトナムの陳朝やチャンパ王国、ジャワ島のマジャパヒト王国などへの遠征は、現地勢力の激しい抵抗を受け敗退した。モンゴルの同族が支配する中央アジアに対しては、 資源12年に、モンゴル高原を支配する四男の北平王、ノムガンが、チャガタイ家の首都アルマリクを占領することに成功したが、翌年、モン家の維持しりぎをはじめとするモン家家、アリクブ家家、コルゲン家など、ノムガンの軍に従軍していた王族たちが反乱を起こした。司令官ノムガンは捕らえられてその軍は崩壊し、これをきっかけに、 オゴデウケのカイドが中央アジアの小岡を統合して公然とクビライに対抗し始めた。クビライは南宋征服の高バヤン率いる大軍をモンゴル高原に振り向けカイドを防がせたが、資源24年には即位時の支持母体であった高原東方の小岡がオッチ銀家の当主ナヤンを指導者として背いた。老齢のクビライ自身がキプチャクやアス、 カンクリの諸部族からなる自衛進軍を率いて申請し、両我での両軍の海戦で勝利した。ナヤンは捕獲、処刑され、昭和の党首たちも降伏して、ようやく鎮圧した。クビライは、東方三王家である、ジョチカサルや、カチウン家、テムゲオッチ銀家の党首たちをすべてすげ替えた。カイドゥは、この混乱を見て、モンゴル高原への進出を狙ったが、クビライは、 翌年直ちにカラコルムへ進駐し、カイド軍を撤退させた。カチュン家の王族カダーントゥルゲンが、なおも抵抗し、各地で転戦して、高来へ落ち延びてこの地域を攻略したが、資源29年に、高村テムルが派遣されて、元朝とコマ連合軍によって、カダーンを破り、カダーンを廃止させて、ようやく東方の混乱は収束した。 クビライの政権が長期化すると、行政機関である中諸省と、軍政機関の数密院を支配して、中央政府の実権を握る炎王鎮金の権勢が増し、資源10年に皇太子に策立された。一方、アフマドも南宋の征服を経て、河北と江南の各地で活動する財務官僚に自身の党派に属する者を配置したので、その権力は絶大となり、 やがて皇太子チンキムの党派とアフマドの党派による反目が表面化した。対立が頂点に達した資元19年、アフマドはチンキムの党派に属する肝心官僚によって暗殺された。この事件の後、アフマドの遺族も失脚し、清掃はチンキム派が最終的な勝利を収めた。これにより、皇太子チンキムの牽制を阻む勢力はいなくなり、 クビライに対して、チンキムへの上位を権限する者すら現れたが、チンキムは、資源22年に病死してしまった。一方、カイズのモンゴル高原に対する攻撃は、ますます厳しくなり、元軍は、敗北を重ねた。外政を支えるために、クビライが整備に心血を注いだ財政も、アフマドの死後は度重なる外政と内乱によって、悪化する一方であった。資源十四年に、 財政再建の期待を担って投与されたウイグル人財務官僚ンガも、資源28年には失脚させられ、クビライの末年には、元は外政と財政難に追われて、日本への三度目の遠征計画も放棄せざるを得なかった。資源30年、クビライは、高原の総司令官馬ンを召喚し、人気ムの子である皇太孫テムルに皇太審の印事を授けて、 元軍の総司令官として送り出したが、それから間もなく翌資源31年2月18日に、大都宮城の主丹殿で病没した。78歳没。意外は、祖父、チンギス以来歴代モンゴル皇帝と王族たちの墓所で、ある、モンゴル高原の記念国へ葬られた。同年5月10日、クビライの後継者となっていた皇太孫テムルが上都で、 即位するが、その地下で海イの乱は収まり、クビライの即位以来続いたモンゴル帝国の内イフ運は、ようやく収束を見ることになる。テムルが即位した1294年6月3日には、聖徳神宮文部皇帝の送り名と、病号を、聖祖、モンゴル語の尊号を、セチェンカーンと追贈された。クビライの子女については、終士クビライカーン期の公費。 死死表と原始の喪失性形表のそれぞれに記載されているが、終士では男子は12人、原子では10人としており、また両者で男子の順序にも移動が見られる。そのため、人数の多い終士での記載順を載せ、原始喪失性形表の記述を合わせて載せることにする。また、高来の十六代中選王は外孫であり、十三代大政まで彼の木筋である。 男子、十四、長枝しかもただお次に交代しまがね、即、広しそうや次三安政王、棒から次つ四北、安王なき勘、無後次五雲南王骨、歌赤次六愛、キバ赤大王次七西平王黒赤字八、姉王カツカツで次九鎮南王脱冠次十、骨とろ長牧次王女子。ありがとうございます。